こんばんは。こんばんは。確かに守り抜こう。私は16分間守り抜きます。一回ドラパンできたので。こんばんは。ミニカ10時15分をお知らせします。これ守り抜いたら絶対足りなくなると思うな。守り抜けるかな。守り抜きます。特キャップからの指令が来たので。1分は持ってくれるから。あ、持ってくれなかった。キャップ殿2枠で見てます。キャップ、これスタミナなくなっちゃうと思うんですけど。でも4人いるのか今。4人いるのか。4人いたらいけるのかな。いや3人だった。ニャーポッポだ。ん？ん？ あ、誰か来た。ゆきりか。ゆきりか登場です。
ピリカが登場したので、ああでも答えられちゃってる。準備入ります。だから漏れなく、あ、前に抜けるかな。ピリカがずっといてくれたら、あ、でもキャップがさばいてくれてる。任せて。シビ任せて。誰か来たってことでさばきます。サンヤンが来てくれたのでさばきます。みーちゃんもよかったらさばいて。いけるかな。あと11分守り抜くな。いけそうでいけなさそうでいけそうで微妙ですね。向こうがサーヤに攻撃してこない、恐れられてるかな。もしかしたら。こんばんは、ギルバド中です。捨てられてそう。次入ります。次入りますので、さばきもしてこう。あかりんナイス、あかりんナイス。かりんのおかげで向こうの先鋒隊を全部さばききりました。ただこの人は凱旋なのと、もう一人強い凱旋がいるので、はい、外線なんですよ。そうなんです。厳しい、そう厳しいな。あ、でも5人いたら守りきれるかもしれない。
そうですね、すごい携帯が重くって携帯が疲れてる、ごめんね、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっと画像とか消そう、いっぱいいっぱい消します。50枚消した、はい、少しは、うん、あと7分守りきれるか、守りきれそうだな、7分だったら。携帯ガンバー、携帯ね、携帯頑張って、あ、でもいけそう、なんかいけそう、なんかいけそう。あと6分だったら、私回復薬まだ5つ残ってるし、いけそう。15分しました。274日目ありがとうございます。落ち着いたギルバだ、そう、なんか落ち着いてる、落ち着いてる。守備は任して、あ、道がさばいてくれてる、おめでとう、ありがとうな、あ、青い風船が飛んで、ありがとうございます。今日も暑かったですね、暑かったですね。あ、やられてやってる、
熱中症とかならないようにしましょうね。お互い、あ、すごい守備が有り余ってる。あといけそう、あと3分、守備が有り余ってる。はい、明日のショールームからこのどこかにバナーがつきます。はい、そうなんです。ぜひぜひ。はい、あと1分いけそうな気がする。いけそう。20秒。ナイス、みんなの、はい、2、1、終了、タイムアップ、ウィン、わーい、ありがとうございます。勝ちました、 ST48 勝ちました。何うん、あ、今スペシャルウィークしてんの？明日か STU の日か。へえ、いいですね、 STU の日にちょうど写真集の、あ、もう写真集のって言って、もうドキドキする。なんか私結構ずっと前から写真集の連絡をずっとやり取りをショールーム中に言って、私打ちながら打ってること文字を全部言葉に出しちゃうじゃないですか。だからいつか写真集っていうワードをポロッと言っちゃうんじゃないかなってめっちゃ怖かったんです、ずっと。はい、今はもう言っていいから。でも今言ってちょっとドキッとした、あれってなった、はい、危ないです。あとちなみにめっちゃ前の配信覚えてたらあれなんですけど、なんか1週間って
日曜日から始まりで捉えますか、月曜日で始まりから捉えますかって聞いたことがあると思うんですけど、あれはショールームの特典を考えるときに月曜日始まりにしようと思ったけど、一応聞いてみた。なんか皆さんにこう、私は月曜日始まりだと思ってたけど、もしかしたらだってカレンダーとかも日曜日からだし、サンデーマンデーチューズデーだからなんか日曜日だよとか、一般で働いてる人は日曜日だったらどうしようと思って一応聞いてみたの。うん、はい、って感じです。そう、それがね、いよいよ明日からなのでワクワクドキドキですね。ワクドキ、つながった、つながりましたね。匂わせ、あ、全然匂わせじゃなくって、発売してからだといろいろ決めることが遅くって、発売前にもいろいろ決めないといけなかったので、ちょっと聞いてみてただけだよ。全然そんな気づいてとかじゃないから、逆に気づかなくて欲しかったからあれなんだけど、感じです。自分が当たり前だと思っていることも、もしかしたら世間一般的には当たり前じゃないかもしれないじゃないですか。だから、はい、一応聞いてみた。ですね。うん。ここで遅くなった夜ご飯を作りに行きたいと思います。賞味期限がね、切れちゃうから、きつめの。ちょっとここらで、ちょっとそこらで夜ご飯。あ、確かにその二択ですね。確かに。どっちだろうね。さっきの昼で結構下焼け出しちゃった。あ、福ちゃんもうどん茹でてる。あかり、私もうどん食べるよ。一緒だね。うどんはね、まだ在庫があったのであれですけど、明日からもやし生活ですかね。
もやしといただき物生活かもしれないですね。そう、限定ってね、買わないで後悔するより買って後悔した方がいいよね。買って後悔したらさ、別にそれさ、捨てるか売るか煮るなり焼くなりねしたらいいけど、もう買えなかったものってどうしようもないですからね。かといって悪い人たちから買うのもあんまり良くないし、なのでぜひ皆さん買って後悔はしないで、後悔はしたらね、後悔させないものにしてるので大丈夫です。それは大丈夫。2分ぐらいです。よいしょ。あとちなみに明日はですね、ドゥルル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 、なんと いい感じ。明かりと同じものを滝服はずっともすごい離れてても同じものを食べる。さすが短食うどん。私もね、香川の血半分混じってるから、香川のハーフなんで、そこはね、うどんには愛情があるので、うーまれそうな感じは母のように見守ってくれてる。ネギがなくて色合いが物足りないんですけど、福田あかりうどんぶりのうどん出来上がりです。いただきます。うんうん、やっぱり福田会のうどんぶりで食べるうどんは格別だな。
夜うどんなんか結構レアかも。私朝うどんじゃないですか大体。夜うどんって意外とレアなんだよね。なんか縦になった。こう、おーい、こう、なんかね、ショールーム、あ、完食、ごちそうさまでした。横に置かせていただきます、すみません。はい、はあ、心も体もポッカポカ、いい、はあ、いいですね。いい日曜日でした。明日から皆さん連休だーって思うかもしれませんが、明日からショールームで写真集が購入できちゃうので楽しみですね。明日はですね、朝も配信したいと思います。朝朝と夜配信します。朝から変えます。
からやっぱ夜勤の方とかもいるし、そう、逆に朝は無理っていう人もいると思うので、まあとりあえず明日は朝も夜もできそうなのでどっちもしたいと思います。明日は8時、予定では8時から9時までを予定してます。夜はすごい予定は未定なんですけど、まあ10時半11時ぐらいには始めることができたらいいなと思ってます。夜も1時間から1時間半ぐらいします。はい、ということです。全然全部の配信見る必要はないし、まあ、1週間同じ絵柄なので、もう最悪明日見れなくっても明後日とかね、時間が合うタイミングがあったら、ナイスなので、はい、ラピコお願いします。はい、夜まで残ってますように。あ、これは早い者勝ちじゃないのでそこは安心してください。ぶっちゃけ日曜日の最後の配信でも 100% 買えます。 100% ですよ。必ず買えます。買おうと思ったら、買おうと思わないと買えないけど、あ、直筆サイン目指して何回か買いたいと思います。ありがとうございます。そうなんですよ、今回のやつはですね、直筆サインがランダムで入ってますということです。完全ランダムですので、本当に届いた方だけのお楽しみなんですけど、はい、直筆です。はい、コンプリートしたね。1週間に1個ずつ買ってコンプリートもよしだし、すっごいこの生写真の絵柄好きなんですって感じの時にもうそこにいっぱいもうつぎ込んじゃってもいいと思うし、うん、まあ、いっぱい買ったからって、まあ、確率は上がるけど必ずっていうことではないから、うん、そうなんですよ、うん、どれぐらいの割合、さあそれは分かんないですね。だいたいそういうのって分かんなくない、どれぐらいの割合でサイン入ってるか。だから私も分かんないです。そう、パラシュート、そうなんです、あの飛行機が飛んできてパラシュートがパッとしてくださったらすごいよね、あれ、うん、そうなんです。ぜひ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 よろしく。独り言で語るくらいならば黙ったまま何かしよう今の場所で、あー確かに私も思った、それ私も思った。
TU の公式ホームページの、あ、全部ダメだな、なんでもないです。なんでもないです。あ、写真集イベントすべて申し込む。ありがとうございます。でもイベントもね、素敵なものをたくさん考えてるので、普通ちょっと発表できるか分かりませんが、お楽しみです。ちょっとこれ直してくる、直してくるっていう、直してくるっていう片付けのことを、ついでにお風呂のお湯を入れてしまいます。10分経ったら教えてください。スタート、スターティン、よいしょ。ただいま、マイチャイル、いいね、素敵です。私も確かに結婚する人は毎日入って欲しいな。面白い、毎日疲れそうだよね。そうだよね、はい、まあ忙しいとかでシャワーになっちゃうけどね。私もなんだかんだ最近シャワーだったし、ずっと あ、ぬるくしてるお湯。
悪いな。暑いお風呂、そうだね、私結構すぐのぼせちゃうかもしれない。あとは絶対お水持って入る。絶対お水持って入ります。結構入るときは入るとき長風呂なので、おほ一バト2本ぐらい持って入るかもしれないです、ね、そんな感じです。今日はもうこの配信が終わったら、よろしくお願いします。あーちゃん、うん、ヘイビルハウス、はーい。これはグァンガンさんのギャグです。今日ゆっくり寝よう。寝よう寝よう。
今からの楽しみは夜寝ることとお風呂に入ることとお風呂でお水を飲むことです。皆さんの今夜あと1時間の楽しみは何ですか？私のショールーム以外で、私のショールーム以外で皆さんのあと1時間の楽しみは何ですか？晩酌ですか？今から七並べ素敵、頑張って、あと1時間アイスを食べること、明日の天気予報を見る、いいね、オリンピックのハイライト、あ素敵素敵だわ、あうどん食べてきてください、あチリパ大きく、もう完璧、超完璧、完璧ピキコです、帰りに買ってコンビニ弁当を食べる、おお、まだお家じゃないのかな、お疲れです、寝る準備しながら食うのお話し会もです、かわいい、オリンピックテレビ観戦、まあそうだよね、オリンピック期間中ね、そうだよね、はいはい、素敵だと思います、昨日の公演を DMM で見る、おお、いいですね、超素敵、超素敵、超素敵、あ10分になって本当にありがとう、あれね10分だと少ないからね、あと 2,3 分待つじゃあ10分、そう10分からは私の体感だから、昔って10分だとねちょっと少ないんだ、からいいやって話ですけど、すいませんね、本当にありがとう、10分経ったら教えてって言ったの、ありがとう、10分経ちました、はい、そうです、そうアディショナルタイム、アディショナルタイムです、アディショナルタイム、人生設計完璧だった、今日はいい人生だったな、明日もいい人生になりますように、最近足に休息時間をベタ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 って貼って寝るのが趣味です、もう一生分の休息時間使ってる、今泊まりのために休息時間を箱で買ってたので、その残りが結構家に、もう過去の自分ありがとうなんですけど、あって、それ見た一回ね2年前ぐらいにね貼ってる足をねメールに送ったことがある、足バーってめっちゃ休息時間貼って寝たみたいな感じで、今思うとサービスショットですね、めっちゃ足って感じのやつ送った、目には履かないですか、あ着圧ソックスですか、の上に着圧ソックス履いて寝たりする、あとは休息時間をペタ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 と、あとはあれを半分に切って足の裏に貼るっていう、あの1個だとね大きいしね、1個よりちょっと節約したいので、あの半分に切って足の裏にパタって感じです、ですね、
ああお風呂お風呂、そう整体も最近全然行けてなかったから、そう行かないといけないことはないんだけど、行きたいなっていう考え、頭の中を駆け巡ります。あ、そうそう、写真集の公式さんが、そうなんですよ、明日からのですねやつを、私もさっきいいねしたので、はい、ぜひとも見てください。写真集の公式さんがですね、あの明日からのやつまとめてくれてます。1、ショールーム特典版は滝野由美子のルームで配信中の時のみ購入できます。2、ショールーム特典版には決められた絵柄の生写真が特典として封入されています。消費紙カバーは通常版と同じになります。3、特典生写真の絵柄は1週間でチェンジ、昨日発表した絵柄の生写真は7月26日から8月1日のみゲットできます。4、ランダムでテキストサイン入りの生写真が封入。5、まあ、ツイートの URL からは、まあ、皆さんやんなくていい、この辺やんなくていい、そのハートマークをクリックしてとかは多分もうみんなやってるから大丈夫。で次、配信が始まったらエミリーのルームに入り、買い物書き後のアイコンをクリック、ショールーム特典版の購入画面に移行します。みんなが見た方がいいのはその仕様編の 1,2,3,4 ぐらいかな、はいです。あとショールームを知らない、あんまり普段から見てなかったよって方とかもね、見てください。公式さん言うの、さすが公式さん、本当にそれな、ね、さすが公式さんです。ちゃんとショールームを見てない方にも向けてツイートしてくださっててね、めっちゃわかりやすくまとめてくださっててありがたいですね。それをリツイートとかしてくださってる皆さんもありがたいです。拡散してくれてありがとう。丁寧なご説明ありがとうございます。その返信がね、あ、ショールームで商品購入したことないってやってみます。確かに分からないよね、購入したことなかったら。そうだよね、分かりやすいね、本当にね、あ、理解しやすかった、さすがです。せやな。どこにカート出るんだ。あ、それは、明日になったら説明します。いろいろ今ない状態で説明しても分かんないと思うので、明日になったら、アマゾン限定って普通のと何が違うんだっけ？表紙が違います。アマゾン限定。アマゾンでもアマゾン限定と通常版が買えるので要注意。アマゾンで買うアマゾン限定のやつは、アマゾン限定の表紙がついてます。はい。です。そう、アマゾンからでも通常版が予約できるので、そこは要注意です。あ、多分そうそう、千代ちゃんのと多分同じ購入の仕方だと思う。だから千代ちゃんのをショールームで買った方はそれと同じですって感じですね。はい。
そう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 、だから表紙が全部で4種類あります。私は Amazon では通常版と限定版が買えます。はい、ということで、あ、通常版と限定の表紙どっちもゲットってこと？いいえ、カバーは1個しかついてないです。限定版の方に通常版のカバーはついてません。はい、ついてません。そうです、ただアマゾンで、アマゾン版と通常版どっちも買えますが、別のところ、別の同じやつを2個買ったらいいんじゃなくて、通常版と限定版2つ分かれてるので要注意、超要注意です。はい、あんこちゃんの写真集、あんこちゃんの写真集は皆さんがクラウドファンディングでもう何百万何千万クライアントファンディングしてくださるんだったら出せます。はい、ですね、ぜひご参考に。はい、マジか。はい、そうです、全然どうですか、表紙はもう掲載されてますか？表紙はまだ掲載されてません。今出てる情報として、はい、ショールーム限定版が出ます、 Amazon 限定版が出ます、あ、限定版が出ますっていうこと、ショールームで1週間ずつの絵柄が違う、通常版が生写真がつく、ショールーム限定の生写真がつくやつが明日から購入できます。3都市のイベントがあります、発売日付近に。山口、広島、東京です。東京は私物多の1日店長をします。先行カットが6枚先行ですぐらいかな。あと明日の絵柄も決まりました、そこは公式ツイッターをご覧くださいぐらいですね。あとのやつはまだ何にも公開してないので気になると思いますが、それはどこを調べても出てこないので、まだどこにも発表してないので、見つからないようで正解です。見つかったらちょっとダメです、ダメですダメです、はい、ですね、楽しみだな、明日からなんかいよいよって感じがする、ドキワクドキワクドキワク。暑くないんですか？暑いです。私の部屋クーラーつけてないんですけど、ショールーム中はお外の音が入っちゃうから窓を閉めてるので暑いです。窓開けてたら普通に暑いけど、普通今は暑いって感じ。窓開けたら暑い夏だな、そや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 って感じです、ですね。ね、明日からだって楽しみ、早く寝よう、早く寝て、もういくつ寝るとショールームの限定の生写真付きがショールームで買えるだね。楽しみだね。氷よりも扇風機を買おう。え、別に私いらないから大丈夫、クーラーもあるよ、上についてるけど、別にいいやって感じ。そんなに扇風機くらい買うぐらいなら写真集買います。はい、みんながそんな写真これ買うぐらいなら写真集買うって言ってるのに私も贅沢してられないね。
です。保冷剤抱いて寝る、保冷剤に抱いて寝てた私ずっと。実家でもあんまりクーラーつけてくれなかったから、アイスのして寝たりとか、熱の時のに敷く枕氷とかで涼しくして寝たり、あとは保冷剤、すごいね、保冷剤はもうなんかこのお花を添えるぐらいの感覚で保冷剤をここにふわってして、その冷気で寝るみたいなこともしてた。なんか保冷剤抱いて寝ると、タオルに抱いてくるんで寝るんですけど、なんか冷たくなりすぎちゃったりするから、その冷気だったら直接触れてないから、そのクーラーみたいな涼しい冷気を感じながら寝れるんですよ。だからこう並べて冷気で寝る、で結局寝返りって冷たってなるっていう感じの日々でしたね。はい、ね、発売日楽しみですね。嬉しい、楽しい、発売日。もういくつ寝ると発売日。楽しみだね。アミのために、あ、別に私まだ暑くて寝れないことはないから大丈夫、別に寝れてる。なんならもう寝落ちぐらいの感覚、いろいろカチャ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 、パソコン持ってないですけど私、ちなみにカチャ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 ってやってパサーンってなってる。持ってない、パソコンいつかは買う、いつかは買うので、いつかは持ってます。でも今は持ってない、持ってない。何が、あ、半までってこと。別に私きっかりに終わらないといけないことはないから大丈夫だよ、ありがとう。滝の時間で過ごしてるので、基本ショールーム、特に夜はね、別にもうこの後休養もないので、別に安心してください。何をしてるかな、ちょっと待ってね。確かにゆったりしてたいし、本当にありがとう。でもこれ朝やっちゃうと怒られるからやめた方がいいですよ、はい、朝やっちゃうといろんな人に迷惑かかっちゃうので、やるんだったら夜で、まあ朝やんないと思いますけど、言わなくてもね、ですね、情報
載ってないね。イベントの情報はね、まだ日程とかも発表してないし、なので多分日程発表したら辺で載ってます。はい、公式のツイッターにも載ってないです、この情報。どっかでまとめれたらいいんだけどね、うん、あ、だいたいメールが一番早いから、まあそれはそうですね。ありがとうございます。あ、私物店長の日有給取る準備だけどね。え、そうだよね。だからさ、皆さんがこう有給取らないといけないから、有給取らないといけない、有給取りたいなって思ってる人は有給取らないといけないから、早めにねお伝えできたらいいんですけどね。この日休み、有給取りますってさ、だってね、お仕事場に伝えるのに早いに越したことはないですからね。もしかしたら遅く言ったせいでその日休めなかったりもしますから、ね、もう私はちょっとあれなんですけど、あれなどれなんですけどね、それなんですけど、はい、それなんですよ。何何うーん、確かに平日か土日か、まあそうだね。うんうん、どうだろうね。ね、全然伝えれなくって、ただいつ発表するかとかもまだ何も言えないので、あ、発表までおとなしく待ちます。ありがとう。せんなよでお願いします、はい、写真集の連絡かといえば他のいろんな連絡で業務連絡だった点で、これ私携帯壊れたら何にも仕事できなくなっちゃうね。みんなそうか、みんなそう。応援してるよとか書いてくれてる。そう、あの放課後リブロースを知ってる方、放課後リブロースもコンちゃん以外は、コンちゃんは会えなかったんですけど、そう、踊り姫は自分のサインと応援してるよ、ごはんちゃんはゆみこちゃんへのみ、ゆみこちゃんへ自分の名前感じ。あ、これ BBQ ちゃんなのかな。ユミリン大好きって書いてる。ユミリンなんて全然呼ばないのに。ですね、嬉しい。予約もしてくれました。予約もしてくれた。ありがたいね。どっかに飾っときます。と言いながらここに置く。うん、アイシャドウの色を選ばないといけない、色ハラ。あ、はい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 、
うん、あなたはブルベだからこの色が似合わないよ。色ハラ。これ蓋がない、蓋がないよ。蓋腹。あ、接続されちゃった。接続されちゃった。ああ普通に聞こえる。接腹、接腹、接続ハラスメント。接続ハラスメントされてる今。一瞬繋がっちゃった。どうですか。普通に聞こえますか。声普通に聞けますか。聞こえますか。接続ハラスメント、よかった、ありがとう。あと 20% ハラスメントっていうのもあります。 20% になると1回ショールーム消えちゃう。充電が、あれはあれだよね、どれだよ、あの 0% になってからじゃ遅いから 20% でね切ってくれてるのにハラスメントだなんてね。ビューラーハラ、ビューラーハラ。ちなみにこのビューラーはここにあったビューラーで、メイクポーチにはもう一個ビューラーが入ってます。ビューラーハラ、風船ハラ、風ハラ、風船。これ本当にすごい、2ヶ月ぐらい浮いてる、ずっと。すごいな本当に。キャン、反射しちゃうからあんまり見せれないんだ。部屋が全部反射しちゃうのこれ。反射ハラ、反射ハラスメント、反射して人の部屋を見ようとするハラスメント。バランスハラスメント、バランス、バルーンハラスメント。ちなみにこれがこの風船じゃなくって、普通の風船だったら本当にガチで私に風船ハラスメントになります。私風船好きじゃないので、風船嫌いなので、本当にこれはそう、この風船は大丈夫なの、割れないから。パーンパーンってやったら割れるけど、ティンティンってやっただけだったら別に割れないので、これは怖くないんだけど、普通のゴム風船だと本当に普通に訴えます。風船ハラスメントで訴えますって言って、慰謝料と損害賠償、損害賠償は損害してないか、まあ、うん、よな。いつまで私と一緒に過ごしてくれるんだろう。だって2ヶ月経ってるけどこんなに元気だから、下手したらこの子たち1年間いるんじゃない、私の部屋に。嬉しい。私ずっと一人暮らしだったから一緒に住めて嬉しいね。ありがとう。ずっと一人暮らしだったから、もう6年ぐらい一人暮らしだったのかな、この子たちが来るまで。うん、永遠にはないと思うけど、一緒にいれるうちは一緒にいようね。永遠に一緒にいようなんて無茶なことは望まないから。ありそうだよねこういう歌詞、こういう歌詞ありそうだよね。これが頼んでるんだよ、永遠なんて言わないからみたいな、ありそう、ね、あ、ぐっちゃぐちゃになっちゃった。あ、でも見て、ハートっぽくなった。あ、そばにいるだけでいいみたいなね、ありそう。そばにいるだけでいい、あなたがお帰りと言ってくれるなら私は何度だって家に帰るだろう。こうやって深そうで深くないよね。あなたがお帰りと言ってくれるなら何度だって家に帰ろうって、毎日家に帰るくない、
深そうで深くない、深そうで深くない歌詞シリーズ。何にも思いつかなかった。秋元先生ってすごいね、すごいすごいですね。何にも思いつかなかった。私は作詞ができません、作曲もできません。ただ風船との同居はできます。あ、はいはいはい、伸びたり縮んだりする輪ゴム、深そうで深くない歌詞シリーズ伸びたり縮んだりする輪ゴム、 2B ぐらいでありそう、2番の B メロぐらいでありそう。はい、伸びたり縮んだりする輪ゴム手に入れたいよで瀬戸内の声の B メロを歌います。伸びたり縮んだりする輪ゴム手に入れたいよ。はい、魚の鱗って数えたことある？深そうで深くない歌詞シリーズ魚の鱗って数えたことある？あ、はい、無謀のダダララ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 ラ、魚の鱗数えたことある？テレビ消した瞬間って自分の顔映るよね。深そうで深くない歌詞しりとり、しりとりになっちゃったシリーズ。テレビ消した画面時って自分の顔映るよね。食べ過ぎたら太るよね。家の時計って大体何秒かずれてるよね。何分？ 1 分ぐらいずれてるよね。あ、無謀の、あ、無駄な合コンは行くべきではないですよね。この前も歌ってくれたなんか無謀を、なんかギター持ってきてくれて歌ってたんだけど、
めっちゃおもろいよね。めっちゃそれがえって感じだけど、そう無法歌おうってなった時に、いや本物の歌詞がわからんって言われて、いや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 、本物の歌詞しかないから、無駄な無謀な夢は収めることがない、無駄だってやつ。そうこれをね、私の友達が替え歌して、無駄な合コンは行くべきではないっていう替え歌を作って、しかも MV まで勝手に作ってるんですよ。さすがに著作権の関係で YouTube には上げれないんですけど、そこはねちゃんとみんな音楽やってるから著作権は守ろうってことで、結構ちゃんとした MV が作られてます。本当に私 YouTube に本当になんか個人 YouTube 作って投稿したいぐらい。MV もちゃんとちゃんとなんかオリジナルダンスも作ってるし、広島のいろんなところで撮ってます。めっちゃおもろいよね。めっちゃおもろい。私も参加したかったけど、いつの間にか作っていつの間にか送ってくれてた。今日も朝から顔を洗う。あー深そうで深くない歌詞。歯ブラシに歯磨き粉をつけた。あー深そうで深くない歌詞。シャンプーを洗い流す。深そうで深くない。化粧ポーチの中に入っているコスメたち。深そうで深くない。あ、シンプルに浅い。深そうでもなかった。失礼しました。バジルをかけると何でもイタリアン。めっちゃいい。ちょっとはい、大募集。皆さんに深そうで深くないし歌詞シリーズ、コメントで今から急募します。急募。採用された方は私が読みます。扇風機のスイッチが自動的に切れた。あ、自動で切れるタイプの扇風機。うわー深そうで深くない。深そうで深くない。クローゼットにしまわれている洋服たち。わー深そうで深くない。洗濯物を畳む。あー深そうで深くない。いいですね。はい、養豚場の豚。深そうで深くない。明日という日は残りの人生の最初の一日。うわー深そうで深くない。そりゃそうだ。昨日の自分は自分。あ、今の私が考えた。どう、昨日の自分は自分、また未来の自分は自分。深そうで深くない。賞味期限が3日過ぎた牛乳。あー深すぎる。深くない。全然深くない。いいね。今日も私はあと10分。あー深そうで深くない。そうだよ、今50分か。今50分だね。当たり前、当たり前、当たり前、当たり前。あ、この前あかりんに、めっちゃ話変わる。このあかりんに由美子です押した。由美子です。最近ベイクド
ベイクドチーズ味のチーズ、チーズ、ベイクドベイクドチーズかな、ベイクド味のあのなんだっけ、グラノーラじゃなくってなんだっけな、あ、1ミリの落とし穴、うわーもう採用ドンピシャ、もう私のアイコンの人、あのツイッターの一言にしたいくらい、1メートルの落とし穴、1メートルの落とし穴か、1ミリだったら採用だったな、なんだっけな、あれ誰だ、あれプロテイン、プロテインバーがあって、あ、はい、ゆみこです。最近ベイクドチーズのプロテインを買おうと思って3つ一緒に買ったらベイクドバナナ味だったとです。ゆみこです。そう、しかも隣に売ってるし色似てるから結構よく間違えちゃうし、この前写真集の日、そう、それこそ写真集の日に、写真集の日にベイクドチーズ、前日の夜ご飯がプロテインバーのベイクドチーズだったのに、一口食べたらバナナ味じゃんってなった。そうなんですよ。はい、こんな感じですかね。ちょっとお風呂いい感じの温度になってそうだね。夏気温、夏っぽい感じになってるかも。ありがとうございました。ちょっと変わるとあれ、変わったら読みます。次壇上が変わったら読みますね。あ、明日はうなぎ食うぞ。うなぎを食べると心がほっこりする。そっか、土用の牛の日か。え、明日何日、明日26日か。なんでもない、なんでもない、なんでもない。土曜の牛の日か。そっか。行事は大切にしたいからな。なに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 。なんか言った？何？私なんか言った今。あ、うなぎ食べるかの話か。最近悩みとかはない。あ、食欲が止まらないんです。生きてるって感じ。あーって言った。あーそういうことね。言った。あーって、そうそう。あーって言った。あー、明日26で、明日27で、明後日28か。明日28か。へー。あ、はい、深くないシリーズ。明日は明日。はい、ということで終わりましょうか。13位スプーンさん、ありがとうございます。12位おいでます、元気さん、調査レミ講師、リアル話かありがとう、ありがとうございます。11位シャイニングフィンガーさん、話かありがとう、お洋服もすごく素敵、ありがとうございます。10位、ゆみアマゾン限定だけでごめん。全然大丈夫ですよ。
ごめんは言わないでほしいな。今度から書いたら読まないですよ。ありがとうございます。8新エクストラスーパーメロンショートケーキさん、ありがとうございます。8スランプくんさん、お疲れんこん、お話し会また行きたいな、ありがとうございます。7七福人さん、ありがとうございます。6広川さん、海にガチ恋中、明日からの写真付き予約します、ありがとうございます。これプロフ中古なんだ、一番欲しいけど悩むの。なんだろう、車です、ありがとうございます。としきさん、今日一日ありがとう、やっと会えて嬉しかったです、私もありがとうございます。3位はるみんさん、滝山小宮氏、ありがとうございます。2位ひろさん、緊張したけどエミリーとお会いできて嬉しかったよ、ありがとうございました。1位ベナラナさん、ベネラナさん、ありがとうございます。はい、ということで、団長のメッセージ、そう全然ね、あのね、そのアットマークの後ろ別にそんなに用がなかったら別に何も書かなくていいからね、あのそうなんか、そうどうしても伝えたかったこととかあっても全然全然いいですけど、なんか書かないといけないっていうことはないから全然。あとはたまにもう時間ない時とか全飛ばしとかするので、そこはでもそれは多分なんかご了承してくださってる方々だと思います。はい、ユミリン大好きみたいにシンプルで、あーもうユミリン大好きも別にいい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 ってなんかはい、いいいい、もうユミコでもいいし、いや別に書けとも書くなとも言わないから、別にどっちも義務じゃないよっていうことをお伝えしておきます。うん、悪口じゃなかったら何でもいい、悪口じゃなかったら何でもいい、嫌味と悪口じゃなかったら何でもいい、みんなが笑顔になるものだったら何でもいい、はいですね。うん、それでは明日8時からちゃんと帰るのかな、8時から、その辺も一緒に確認してみましょう、もし明日来れる方は、来れない方は全然仕事頑張ってください。それでは最後までありがとうございました。明日も一日頑張りゆみりん、おやすみなさい。ありがとうございます。